はい今日は、えー、山形テレビのご覧心から30年ということで動画を撮っていきたいなと考えておりますが、えーえっと、山形テレビのご覧心って言ってもねこれ山形県民しか知らないんですよ。<laughs> えー、で昔ね山形テレビってねフジテレビ系列だったっていう話をします。え,ー、え何を言え今テレ朝朝でしょあれテレビ朝 でしょっていう。これは山形県在住の30代ぐらいのから若い人は、えー、山形テレビってテレビ朝系じゃんっていう、絶対言うと思うんですよ。クレヨンしんちゃんだってやってんじゃんいうミュージックステーションもやってんじゃん。ね。山形テレビで。ね。テレビ朝日系列何言ってんだお前みたいな言われてると思いますが、えー、山形県の40代から年寄りって、 わかるんですよあフジテレビだったよね昔フジ,テレフジテレビ系列だったよねっていうのがえー、ですでうーんとそうなんですよだからそれが30年前に山形でテレビがご乱心しましてあのネット局を変えたんですねうんだから、あのー山形 にここ30年でで越しててきた人って知らないんですよその山形テレビって昔フジテレビ系列だったってこと知らないんですよ。知ってたらすごいテレビマニアです。テレビマニアの人が多分知ってると思うんですけど。で、その、何が起きたかっていうと、まあ簡単に言えば1993年3月31日にまでは山形テレビってフジテレビ系列だったんですね。で、1993年の4月1日からテレビ朝日系列になったんです、急に。 あのー、変わったんですですからおのずと1993年3月31日のテレビ欄は山形テレビのところは全部終わり幕がついてましたバーって。で「笑っていいと思っていのがつい最近終わったい終わるもでだいぶあれ終わってもさ笑っていいとも終わってだいぶな,なるんだねあれもねなるんですけど。 あの一足先に山形,山形県では「笑っていいと思う」の最終回があったんですだからさ終わりマークがついたんですあそこにもっと言えばに日本で最初にソダイさんの後ろに終わりマークがついた県です山形県ってのは <laughs> だってソダイさん終わっちゃったんだもんだってだってネット局が変わっちゃったから見れなくなっちゃった。 ね。で、そういうごたごたがあったんですよっていうことなんですが、これはもうね、あの、山形ローカルの話すんなよともう言われるかもしれませんが、こんなんで山形ローカルの話するんだったら別にいいんですけど、これ、後に私の予想なんですけど、これ、これと同じようなことが全国でも起きるかもしれませんよっていうことで今回は動画を撮っているわけでございます。 で、まあ、経緯から説明します。で、今後どこでも起こりうる事件です、これは。だから、<laughs> 山形テレビネットチェンジ事件っていうのは、今後どこでも起こりうる事件なんです、これは。だから、対岸の火事じゃないんです、皆さんのところも。ね。あの、これ経緯説明していきますけど、まず1970年に山形テレビが開局するんですね。で、最初に開局したのが山形放送です。山形放送が、ラジオが、えー、っと、今から70年前に開局してまして、 したんですね、えー、でそれで昭和35年にテレビを始めたんですね。ただ1960年です。だからそれから約5、これで10年後山形テレビが開局します。でこれが最,最初はテレビ朝日系がネットテレビ朝日系のネットを作ろうとして、えー、準備を進めてたんですが土壇場になって、えー、フジテレビ系列にしろっていうなんかどっかから圧がかかってですねフジテレビ系列として開局するわけでございます。 大家庭テレビ朝日系列は山形放送があの半分半分、日テレとテレビ朝日、まあ、TBS もやってたんだけど、まあ、3局混合みたいな形で,です、ね、あのやることになって、山形テレビは完全ほぼ富士テレビ系列みたいな編成、えー、になるわけですよ。ね、で、まあ、まあ、だから富士テレビ系列なんですけど、ところがですね、1992年ですね、開局から22年後ですね、えー、財政状況が悪化するんですね。 テテレビ山形テレビビ山形ってでこのこと何しだした何し,しでかしたかっていうとですねそのバブルの時に山形テレビってあ調子乗り調子こいたんですよとなんか何,なんか何,に何に調子こえたかっていうとまずですねあの復副を始めたんですねテレビ局ってあ山形テレビってで山形テレビの局舎の隣にバイオ科学研究所っていうのを作ったんですよでバイオ科学研究所を作って確かね 怪し,い化粧怪しい化粧品じゃいけねえな,な。化粧品とか健康食品みたいなのを研究開発して,て販売してたんですよ、それを。自分のテレビ局のところにコマーシャルを乗っけて。あと、なんかテレビ、生コマーシャルみたいなのをやって、バイオ科学研究所での,の,のなんかサプリができましたとかっていう、健康サプリができましたよみたいなのをやったんですが、鳴かず飛ばずでですね、これでですね、爆弾の借金をかけるんですね。 負債,だから負債がで、研究所作ったって作った時のほら、あの銀行から金借りかれてるから、で、それも全くあの回収されないまま借金ばっかり残っていくわけですよ。残っていくわけです。で、山形、でも当時やっぱり山形テレビってフジテレビ系列だったから、当時フジテレビってあの、一番だったから、視聴率が。まあ、広告収入だけど、バンバン入ったんですね。で、まあそこまで危機感はなかったんです。その頃、山形テレビって。うん。 だってフジテレビ系列大人気の番組いっぱい放送してましたから「笑っていいとも」だったしもうそうだし「ひょうきん族」もそうだったしもう,もうだって県内だけでも十二十20%ぐらいかかってからそれで広告県内企業で広告 CM 出してくれませんかってっみんな「ああよい,いいよいいよ」って言ってね。 小田くんのものに一人でいいからいいよって、やるよってって広告出せよみたいな感じで、ね、ですね、バンバンこう、だからそれだけなんかちょっと気にもしてなかった。で、ところがですね、気にもしてないんだから、でこの借金をなんとか返そうとして、山形テレビって、ハリウッドに行くんですね。映画買い付けに。ね <laughs> バブルの、バブルの、すごいんですよ、バブル、バブルケーキってあのの、バブルのってすごいでしょ。 そのね、一発逆転を試みるわけです。でハリウッド行ってホラー映画を買い,買い付けてくるんですよ一本山形テレビが。でこれをフジテレビに持ってってゴールデン音楽劇場で流してくださいよと。 ね、でそれで流したらうちの方にお金くださいよっていう風なことで交渉しに行ったんですよ。で一応どんなもの,なのか見てみようってフジテレビで見,見てみたんですがとてもそのゴールデン音楽劇場で流せるような内容ではなかったとスムーズいえ,げつえげつなすぎてこれちょっと君これちょっと放送耐えられないよって言われて持って帰ってくれって言われて王者になるわけですよ。そうすると借金でまた借金代が残るわけです。だハリウッド ロサンゼルスまでの渡航費と映画買い付け費用とか全部パーになるんですよ。かけたお金が。全く戻ってこないんですよ。で、借金だけが残っちゃって、あれよあれよあれよって言ってバブルが崩壊するわけですよ。<laughs> バブルが崩壊しまして、いよいよ山形テレビってやばくなって、負債がですね、累積負債が20億まで膨らんだんですね。この土地で。決算上で20億。で、 返せるわけないじゃないですか、一橋の地方局が。20億なんて、資本金とほぼ同じぐらいの借金抱えてるんですよ、だって。<laughs> 悪いですけど。どうやって返すんですかって話なんです、これ。もう、だから、倒産の危機に追い込まれるわけです。で、結局それでね、その、助けてもらえなかった、山形テレビからしてもらば、フジテレビは助けてくれなかったっていうことで、仲が悪くなるんです、今度。キー局と地方局で。 富士テ,テレビでとんんと,と,とんとばしてり変な映画を持ってこ,持ってこられてさ流せって言われてさダメだって言われたらプンスかプンスか言われてさあいつは付き合いが悪いとかなんだかさんだって言われたらさ富士テレビって怒るわけですよでそこへテレビ朝日が近づいてくるんですよそーっとテレビ朝日が当時テレビ朝日ってその東北全部フルネット化しようとしてたんですねであの最初に テレビ朝日系ができたのは多分確か東日本放送だと思うんですけど、そんで福島にもテレビ朝日系ができまして、そんで次秋,秋田朝日放送ができて、青森朝日放送ができたんですね。で、岩手朝日放送まで来て、山形県だけはテレビ朝日系列がなかったんですよ。純粋な。山形放送が日テレとこう50%、50%でやってたのが、 ぐらいだったんで、ここをなんとかしたいと思って、テレビ朝日は山形県をなんとかしたいと思ってたんですよ。そしたら、山形テレビが借金20億も掲げてアップアップになってるってことが情報で入るわけですよ。そしたら、テレビ朝日が、じゃあ借金20億をテレビ朝日が肩代わりしてあげると。チャラにしてあげますよと。その借金はでわ,たわ,たわ,たわたがはれポンと払いますよと。テレビ朝日が。いやなん、な、わり テレアス系ネットになってくださいって言われるやさ山形テレビでなびくじゃん借金は借金はチャレンジしてくれるしテレビ朝日は20億も用意してくれるってんだからってで完全に乗っちゃったのねでこれで交渉が成立するわけで ANN 系列になりましょうってなっ,たなっちゃったわけでテレビ朝日からしてみれば山形県に新しく民放を建てるぐらいだったら 二十億代わり山形テレビに乗っ取った方が楽なんですよ。だって、局舎建てる必要ないですよ。新しい局舎建てる必要ありません。新しく社員雇う必要もありません。ね、社長、今、経営陣も今、そのまま引き継ぎもいいわけです。そ,あのそれで中継局も、山形テレビがすでに建ててますから、あれをあれ使えばいい話なんで、何の楽,楽勝でテレビ朝日記事とが一歩手に入るようなもんですよ、ここにあって。 ただ20億ってお金が出てくるだけなんですけど、多分テレビ局1個作るのに20億ぐらいかかるんで、まあたそれ準備金として、多分もし山形県にもう4曲目を作ろうとして、あ、3曲目を作ろうとして、テレビ朝日系列新曲を作ろうとして、当時ね、4曲目か。4曲目テレビ朝日系列を作ろうとして、20億を貯めてたかもしれないんですそので。その資金を、まあその資金使えばいいじゃんってなってってバーバンって言って山形テレビに手差し伸べちゃったの。 ででそのネットチェンジが成立しまして1993年4月1日から山形テレビが FNN から ANA に変わるわけですこの時のすごかったですよ混乱がだって93年ってまだフジテレビって王者でしたよ勝利とうん人気番組いっぱいあったり月光ドラマやって月光ドラマも放送してたし人気ドラマいっぱいあったし ね、音楽番組だってすごかったしとにかく視聴率3冠を取ってたテレビ局ですよそれなりに山形県でも視聴率多かったただ高かったですところがちょあの当時のテレビ朝日って民放第4位なんですよ今よりも地味なんですよでやってることだったらニュース番組ってしかドキュメンタリーってニュースしかやってないんですよあとまたなんかあんたなんかすごい暗ラスなドラマね <え> <laughs> ぐらいしかかやっってなかったんですよ当時,当時のテレビ朝日っていまいちパッとしなかったテレビ局なんでしかも山形県民じゃないテレビ朝日系列そんなに馴染みがないのよ山形放送で50%ぐらいでやってたんだけどそれもテレビ朝日からやっぱり人気のコンテンツしか放送してなかったからね日テレ抱き合わせ販売だったからね抱き合わせみたいな感じだったからピンとこないのよ 100歩譲ってミュージックステーションが見れるようになったぐらいなのよ。山形県民からしてみれば。良かったこととするならば。ミュ,ミュージックステーションが、ようやく、この時っ1993年4月1日から山形県でようやくミュージックステーションが見れるようになったんですよ。<laughs> この時まで見え、ね、なかったんだから、だって。で、それだけ。あと全くなんかニュースとか報道とかドキュメンタリーそんなばっかりだったから、もう、 シュンっっってなっちゃったわけですよでいかにしてフジテレビを見るかなんてみんなでね当時アナログ派でしたからみんなでね仙台放送を受信しようって頑張ってた時代がありましたよなんか <laughs> あの今でも山形行くとすごい名残みたいで名残。 戦いの流れ名残みたいなのがあって、ものすごい高い位置にヤギアンテナが立ってたりするんですけど、ああ、頑張ったんだな、ここみたいな形でですね、えー、山形県の河北町とか行くとね、あれ見,る見れたんですよ、遠く、あ仙台のテレビ局全部映ったんですよ、あそこって。あの、高台だったから、あの、に山形県の内陸部のちょうど仙台、 からひ盆地の反対側ですね山形盆地の約反対側、西の反対側だったんで、あそこ映ったんですよ、確かフジテレビが。普通に。羨ましかったんですけど。えー、それでで我慢ならねえということで、1994年、フジテレビ系新曲を作る会が発足しましてですね、えー、活動を始めるんですね。で、資本金集めて、ようやく桜もテレビが開局します。で 株式会社さくらもテレビジョンっていうのができたのが1996年設立されたんですけどあれから1997年の10月1日に開局するまで約1年間ですけども、えー、着々とこうフジ,フジテレビ系列を作ろう戻そうということで頑張ったわけでございますけどだからですあの山形県ってね何で民放4つもあるのかってあんな人が人口少ないのに何で民放4つもあるんだってそういう経緯があるからなんですけど。 あのはっきり言います。山形県ね、この人口で、ね、民放を4つあるってね、かなりオーバーです。オーバー、オーバー、オーバーです。かなあの、で、ね、宮崎県民すごい羨ましいと思うでしょ。うん、羨ましいんですけど、うん、情熱が足りないんじゃない宮崎県民って。だから、<laughs> テレビを、テレビ局を作ろうっていう情熱が足りないんだよ。情熱があれば作れるんだよ、山形県人みたいにさ。もう、ね。 そう福井県もそうだけどさまあいいんだけどさで、まあ、こういう経緯がありましたよってことなんですけどでこれ今ねその地方局の経営がかなり悪化してるわけです今やっぱりどこもやっぱり広告収入が落ちちゃってテレビ離れがあって。 テレビ離れもあります。で少子化もあります。でもう今、テレビ見てくれないんで視聴率も取れない。でこう,いうテレビに広告を出す企業も少なくなったみたいな感じで、もうかなり地方局って今、かなり今経営的にやばいんですよ。でその特にね、フジテレビ系統がやばいんですよ。<laughs> あの現状。で フジテレビ系、フジテレビ今年ね、27時間テレビ復活させるらしいんです、復活するらしいんですけど、その復活する理由がですね、その FNS 系列が、もう最近元気がないから、みんなもう一回こう、FNN27 局ネットを、みんなで手を取り合って、共に頑張ろうみたいな形でやるらしいんですよ。それってねいかんい よく、それ、それってね、よく考えたらさ、もうフジテレビ系列がボロボロだっていうことを言いたい、言うことなんですよ。つまり、もう、悲鳴が上がってるわけでフよ、フジテレビフジ、地方のフジテレビ系列がもう。もう、だからさ、北海道文化放送とか、放送とか、関テレとか、まあ、テレビ新広島あたりとか、西武新日本なんてなんか、まあまあまあ、まあ、ま,だま,だまだまだ大都市圏だから、まあまあ、そこまではピーピー言ってないと思うんですけど、問題は、なんか、地方ね、 でも特に僕の,の桜もテレビとかもかなりやばいんですよ。だからあれでも、もうカツカツですから、あそこのテレビ局だってだって,だって。あ高知燦さ燦んさんテレビとかでもやばいんですよ。ここいところとか、本当にあの新しくでき,できたところなんていうの、これは。で特に営業力もないから。で、アナウンサーすぐ辞めてくれし、みたいな形で。ってなってくると、倒産しかける放送、地方局って出てくるはずなんです。あと何年かすると、本当に地方から。 倒産しかねないっていうもうだからもうやっていけませんだって民放だって広告収入が入ってこなきゃやっていけないんだからもう債務超過になってダメですってなっちゃう可能性が出てくるわけですよそうするとですね今3局しかないところ3局以下民放が3局以下しかないところってのが青森秋田あ,あと山梨富山福井 あと鳥取島ねあと高知徳島大分宮崎沖縄っていうところがこれ大体3極以下なんですよ。これのどっかどれかの3つあるうちのどれかが、えー、瀕死になっちゃった場合あのー、今はね同じことが起きるような気がするんでフ,フジテレビ系列が。 民放が瀕死な状態に追い込まれた時に今調子いいテレビ朝日がお金出すよって,ってね <laughs> だったら金出すよってでうちここテレビ朝日系列ないからうちいいよやるよって言ってねどうだいっていう <laughs> 前例があるからもうこういう前例があるからどうだいっていうとがあるかもしれませんだからどっかフジテレビ系列が急にテレ朝系列になる可能性がもう出てきますよって話なんですだからうん まあ同じようなことが起きてると、その多分富山かな富山県で、ね、でも富山だな。でも富山テレビって結構地道なんだよな、そこ確かね。チューリップテレビが一番,一番あ後からできたやつだから、どうなんだろう。であそこではテレアス系列ないから、確かその。あと、鳥取島ね。鳥取、山陰中央テレビだっけ、あれ。富士テレビ系列。 うん、だから山頂出るようがやばくなったら多分テレ,テレビ朝日テレビ朝日がねどうですかって言テレビ朝日テレビ朝日系なりませんかって言ってなんかラブコールをくたりなんかして急にネット順じゃなったりガーッと変わっちゃったりするわけですよねあ高知燦燦テレビも多分高知にも多分テレビ朝日系列なかったような気がするので高知放送とテレビ高知と ああテレビコーチが TBS 系だったら確かね。で、高知33テレビがフジ,フジテレビ系だから、テレ朝系がないね、あそこも高知県も。で、ここが、ここもいわゆる33テレビなんて一番最後にできてテレビ局だから、あそこだって結構やばいんだよ。<laughs> だから、やばいんだ、あそこも。だって人、人手不足だ、p p b って言われてるから。だここも結構やばいかもしれません。うん。だ、だらどう、それ言ったらもうで、宮崎、大分と宮崎、大分,大分県と宮崎県も、 もしかすると宮崎県になってさあのテレビ局作る間もなく多分あれですよなんなことどっちか宮崎放送かテレビ宮崎かどっちかがなんかやばくなっちゃってネットチェンジするかもしれません <laughs> テレ朝県がさフルネットなりませんかって言ったらさあのなったりするかもしれませんけど。 まあそんな感じになります。だから、おそらく今後、こういう動きがどこでも、どこでも起きうる可能性がありますので、皆さんも、おちおちしてられませんよってことです。まあ、今でもね、今、テレビ離れになってるから、叫ばれて久しいですから、どこのテレビ局になったってみんな、いいよ。あの三30年前ほどに、30年前に山形県みたいな、騒ぎにはならないような気がするんですよ。あとは、いいよ、別に、みたいなさ。 うん、tv もあるしだとかさ、フールもフルとかもなんか配信もあるあるから見逃し配信みたいなもあるしいいよ別にいいよみたいなさ。<laughs> え感じでさ、別にそんな、それはそれで今度テレビ業界っってかなり悲しい出来事なんだよな。ネットチェンジになりますなんだって誰も無関心でさ、あ、そうって感じでさ、あ、そう勝手にみたいな。どうぞ、勝手になんて。フジテレビ系がテレビ朝日系列になりますよ、なんて俺だった。あ、いいよ、別にフジテレビが見ねえし、みたいな。富士なんか見ねえし、今なんかって。くだらねえし、とかって。 むしろテレ朝の方が良くねみたいな形でですね。えー、ミュステーションが映るんだ、うちでもわー早く早くみたいなの逆にね、混乱されたりするかもしれませんね。<laughs> 逆に。家だって30年前なんてさ、さっきも言ったとり、30年前ってフジテレビが視聴率3冠音で、テレビ朝日が四位、民放第4位になったんですよ。今、おそらくい、 逆転とは言わないんだけど、多分、1位が日テレで、2位あたりにテレ朝日来てるはずなの、今、多分。2位か3位だと思うんですよ。2位、3位はテレビ朝日か TBS が争ってて、フジテレビって第4位なんです視聴率が。振り向けばテレビ東京なんですよ。 多分おそらく行けば、またフジテレビとテレビ東京の視聴率でそんなに変わんないような感じがしまして、いつテレビ東京から抜かれるかもしれないっていうことで今フジテレビってどん底のどん底なんですよ。もうだ、だって視聴率が取れなくて。誰も見てくれないから。<laughs> だから、そんな感じですから、 うん。あってもなくてもどうでもいいよとかで言われそうです。もういかなり言われてるかね。でも、ワンピースとか見れなくなるから勘弁してくれっていう人もいると思いますけど。いや、ワンピースぐらいならどっかのテレビか拾ってくれるって。あのね、あ、ちんでね、山形県でもね、ちょ、ネットチェンジした時に、あの、さすがにさすがに悲惨だから、サザエさんと、ネルトンと、ネルトンベニクジュラータンとサザエさんと、あとなんだっけかな。 ちょいちょい人気番組はね、映ったの、映、T、テレビ U 山形で映ったのよ。ちょっと一周遅れとかなったんですけど、サダイさんってその当期の土曜日の、土曜日の5時半からだったよう、ね、な気がするんだよ、この間、確か。土曜日の5時半からサダイさんやっててね、山形県だけどサダイさん土曜日の5時半からやってるからね、サダイさん心臓部が大きなかったんサダイさん、サダさんがハッピーだったんですよ、登録間。あの、93年から九十あ、1993年4月1日から、 4月から、1997年10月までの間って、山形県民って、サディさんが来てまで、鬱にならなかったんですよ。土曜日で5時半からやったから、<laughs> だって、これから、おーっていう時に、ふさでさん見たから、この間だけふさでさん見てからみんな遊びに出かけたんですよ。おおい、遊び行くぞーって言って、遊び行くぞーって飲みに繰り出すってですね、わけ分かんないことになってたわけですけどね、うん、あと何があったっけかななんか、 だから結構人気番組系はね、タイプね、あの引き取ってくれるんですよ。だからそれで。よって。逆でその方がい、今のテレビ局でフジテレビをね、朝から晩までダーって見せられるよね、フジテレビの中でも結構人気のあるもの、ね、人気のあるものだけを抽出してもらって、別の系列の局で放送して,してもらった方が逆にそっちはありがたいかもしれませんよ。だから今とかかって思ったら。うん。うん。なんか感じがします。はい。 なんかそんな感じがしますけどね。はい。うーん。まあ、感じですね。テレビ局、まあ、民放、だから多分民放がね、潰れる、まずね、民放、だから、こ一番怖いが4局がある、もう揃ってるところが、テレビ局が破綻し破綻し始めると、倒産するしかないんだよね。あの、日テレ系、TBS 系、テレ朝系、フジテレビ系が全部揃ってるところ、山形とか、右脇とか、 三宮、えー、仙台もそうです福島あと新潟長野あとは岡山岡山5区から広島とかねあの辺なんかはねあのー、あ山口もあであであとはあと,はあとは熊本鹿児島もそうだけどあの辺なんかはねあのー、あれなのよねそのないのよないのよってあの,ー、その4局揃ってるからもう どっか一つが契約化したら場合、助けてくれるキー局がテレ,テレビ東京しかないんですよ <laughs>、ね。で、テレビ東京にネットチェンジすればいいじゃんってなるじゃん。テレビ東京にはそこんな力ないよ、言っとけど。あの、申し訳ないけど。あのテレビ東京にはそこんな力ないよ、だって。うんあの。テレビ東京って田舎にネット局作るほどの力ないから、あんまり期待しない方がいいですよ、テレビ東京にはあんまり。むしろ嫌がりますから。 いやい勘弁してくださいよって言ってたらさ、うん。あ、それなんでってこれテレビ瀬戸内がここにあるのかっていうとね、なんで当時ね、岡山の方がね、都会だったからです、あれ。あの、テレビ東京を作ろうとした時に、あの、瀬戸内に1個作ろうとした時に、広島よりも岡山の方が都会だったんです、実は。都会と、都会っていうか、あの、岡山県だけじゃなくて、香川県も、その、エリアだったから、放送エリアだったから、 あの人口が多すぎるんで広島県よりそれで人口多かったのよそのカバー人口多くてそんでそれでテレビ東京教育テ,テレビ瀬戸内ってできたのようんあれうんそうなんだよそだからそういう経緯があるからあれなんですけど作ってもらえるとしたら多分ね広島 <laughs> 広島ぐらいじゃねえかなーってえばテレビ東京系け作ってくれるんだったら、どこか広島のどっか四4曲のってどっかいいかポシャッとということでね、ポシャってテレビ東京系けでネットチェンジしますって言ったら、ね、やってくれそうなのが多分広島と新潟ぐらいだと思いますよ、多分。あ <laughs> と捨てられますね、多分。うん。無理ですもん、やっぱり。仙台もあるかなみたいな感じ。仙台もありかな、うん、?200 万、二百宮城県だか220万 ぐらいどっか、じゃあ、じゃあ、テレ東系になりませんかって、TXN になりませんかっていうのを言うかもしれませんけど、あと他は無理です。はい。<laughs> 無理です。えー、潰れるしかありません。だから、逆に今、民放4つ俺んとこ、うちの県民放4つあるんだぜ、4チャンネルあるんだぜって言ってられるのも今のうちで、 もうどころか最初に潰れるかっていうのをビクビクしながらこれから暮らしてください。多分おそらくどっか潰れる先に潰れるとするのはその民法が4つ揃っているところから潰れていくるどっか一局刑律が潰れていきますから。うん。潰れていったらあとあと助けてくれるとこありませんから。はい。<laughs> ないです。う<ー>ん。<laughs> でいろんな事情があるから助けてくれない <laughs> テレビ東京は助けてくれないからね。うん 3曲くらいだったら、どっか、足りないところが多分出してくれると思うんですけど、フジテレビには期待しない方がいい、期待はしない方がいいと思います。山口県とかね、日テレ、今、山口県日テレと TBS 系でしかないのかとか、そこうん、山口は生放送だっ,ったっけ <laughs> 山口県山口,山口県もこうこ、ね、どうてね3曲ポシャどっか一曲潰れてともフジテレビがねね助けてくれるのがフジテレビだからフジテレビも,もピーピーいかねえから多分ネットチェンジはさせてくれないと思いますけどね、うん、だからそんなそんな現状になったらいますとだんだんこうテレビっていうのがどんだんなんかうん私ねあのやっぱ景気 制度ってのはやめた方がやめた方がいいと思うんだよ。もうブロックにした方がいいと思うんだよね。東北は東北ブロック、中部は中部ブ,ブロック。で関東広域圏ってこれ、でで東北広域圏って言っても仙台のでまとめればいいと思うんだよね。もしくは北東北広域圏、南東北広域圏とかにして、もう再現していった方がいいと思うよ。これ絶対テレビ局ってもう持たないもん。単一、単一都道府県だけだったらもう。 もう、相場、やばいとこ来るよ、だって。福井とか、人口少ねえのに、もう、だって、100万切ってんだよ、すっりだって。山梨もそうだしさ、山梨も一回関東、小池入れてやればいいのにって思うんだけどさ、入れてくれないでしょ。あと、徳島と高知、だ徳島と高知なんて、もうか、まあ、まとめちゃえばいいわけでしょ。あんなの。俺、まと、高知と徳島もまとめた方がいいと思うんだよね。うん。で、高知が今、 テレ朝がねえから徳島放送をテレビ朝日け列にてしちゃってもう中継区バンバン立ててもいるわけでうんめちゃくちゃなのやってますけどうんどうん、で九州九州ブロックでもう九州広域圏ってことでもう福岡のテレビ局でもう全部やっちゃうみたいなことした方がいいと思うんだよね俺か北九州か南九州広域広域ブロックってことであのー 北九州は大分福岡佐賀長崎で南九州は熊本鹿児島宮崎っていう形で3県ブロックっていうさ多いと思う言ってもんだけどなってってたってこれ新聞屋が文句言う、うんって言わないよねね言わないんだよねあの地方局の親会社たい新聞が地方の新聞屋だからさもともとね検疫局って検疫機器免許ってもともとさ本当はさ日本ってさ アメリカが三大ネットワークみたいにさ、民放もさ、日テレと TBS とフジテレビ当時テレビ朝も免許を申請してたけど、が、全国一律つつ裏々らら見れるようにする予定だったのよ、本当は。ネット、ネット回線つないで。ところがね、地方新聞でいっぱいあるじゃん。あの、田舎のね、山形山形新聞です秋田だ秋田た秋田だった秋田秋田先が新報ですよ東。青森だったら東日報だったかな。 ね、仙台だったら各新報ですよ。えー、ね、そういう新聞屋さんあれ、地方であれでしょ地方の新聞屋さんが、何々新聞みたいな、ね、俺たちにもしテレビ局ギやらせろって言ってね、あの当時の優政省に立てて、わーって言っちゃったんですよ。でね、そんで出したあのー、いいよって言っちゃったんで、国が当時。じゃじゃその言ったお前のところの都道府県だけで電波出すように、テレビ局作っていいよっていうことだったんでね。 でそれで系列付き制度ってできちゃって今みたいな制度になっちゃったんですけど、うん、なんかそう地方の新聞屋がもうガーって言わ,なきゃ言わなかったら宮崎県でも WBC 見れたんだよ。 そういう話。<laughs> 違う、そういう話じゃねえよな <laughs>。そういう話じゃねえな <laughs>、うん。まあ、今回、テレビ局っていうのは、まあ、テレビネット、ネットチェンジ事件についてこう語ってみたわけですが、まあ、皆さんのところでもいつ起きるかわからないことなんでございますから。えーまああ チャンネルを維持していただければ、テレビ局から広告を出してくれませんかって言ったら、しぶ、しぶらず、え、いいよって言ってください。<laughs> あの広告が、あなた方の広告執行がテレビ局命で,でございますので、ぜひ、あの、えー、助けてあげるよとう助けてあげてください。全 <laughs> 然ね、私は知っとこじゃございません。以上です。はい。